崇城大学工学部宇宙航空システム工学科。今日は宇宙航空システム専攻のご紹介です。航空機やロケット、人工衛星など空と宇宙に関連する分野を学び、宇宙航空業界を志す熱い学生たち、徹底取材いたします。こんにちは。 こんにちは。この授業ってどういったことを学ばれるんですか？まず座学で理論上はどういうふうなほど動きをしているのかっていうのを勉強します。その理論で勉強した部分を、はい、実際にパイロットはどういうふうに操作しているのかというのを体験してもらうということで、実際に学生の方にシミュレーターを使って操縦をしてもらうというものをやります。何を動かされているんですか？すごい空飛んでますけど、すごい落ちてますけど。もう何ももう墜落したようなので。4年生が風洞実験室で卒業研究を行っているみたいなので、ちょっと見に行ってみましょう。この授業はどういったテーマで授業を行っているんですか？空気の流れを煙を使って実際に見えるようにして、さまざまな模型にその空気を当てることで、はい、どのような空気の流れが生まれるのかっていうのを研究しています。今後の航空業界、航空機を学ぶ人たちにとって航空力学っていうのはどういうものなのかっていうのを、実際に見えるようにしたものをデータにして、それを見ることで役立ててもらいたいなと思います。大学の学びを生かして宇宙航空産業を担うエンジニアになってほしいですね。